場いいっすね。あの磯場とか。釣り YouTuber のアキです。今回は岩手の山田の船越半島に来ました。非常に暑いです。まあ、今回からカメラマンがサーフの釣り竿を使うんですけども、ここ最近ずっとカメラマンばっかり魚を釣ってそれを俺がさばいてたんですけども、さすがにまだ怖いしか釣ってないんで、今日は俺が釣った魚をさばいてお刺身にするっていう企画をしたいと思います。これが俺がいつも使っている竿です。はい、これが今回からカメラマンが使うサーフ用の竿です。4メートルあります。はい、今回はカメラマンとまあ、対決みたいなもので、今回クーラーボックスを2つ用意したんですけど、まあ、カメラマンの方が小さい方 で今回は平らだと思うんで、俺が大きい方を使います。なのでどっちがたくさん釣ったかが今回は分かりやすいと思います。たくさん根掛かりをしてしまい、ルアーと重りをなくしてしまったので、場所を変えて釣りをしていきたいと思います。今からちょっと二手に分かれて
俺はさっきの岩場の方で釣りをしていきたいと思います。イワシじゃないですか。お、イワシ釣れるんだ。あ、違う、サバだ、サバだ、サバ。とりあえずサバのちっちゃいのっすね、リリースしてあげましょう。おお、釣れました。アイナメですね。ちっちゃいですね。釣れた。はい、ということで日を改めてまたここ同じ場所に来ました。これは何でしょう。アイナメのちっちゃいのなんですかね。帰っちゃうけど。残念です。海がの音変わりましたね。荒くなってきましたね。なんかついてるんですよ。お、釣れた。なんだこれ。
け。ハゼかな。スレンデスワイ。撮影外では小魚は釣れたんですけども、でもさばけるサイズではなかったので、今回もまた坊主ということで、また次回の釣りに挑戦ですね。ありがとうございました。